はい、おはようございます。精神科医の増田祐介です。メンタルクリニック TV へようこそ。今日はですね、ユーモアについてですね、ちょっと語っちゃおうかなと思いますちょっと恥ずかしいんですけど、まあ、こういうことをですね言うのは恥ずかしいんですけど、まあ、ちょっと語ってみようかなと思います。で、笑いですよね。お笑いの話というかですね、お笑い的な、お笑いっていうか芸人じゃないですけど、まあ、ユーモアですよね。ちょっと笑っちゃうような、なんか微笑ましい笑いってあるじゃないですか。シャレというかね、あれがなんていうのかな、まあ、うまく喋れるとですね、うまくあるとやっぱり臨床が、まあ、うまくいってるなというか、患者さんの治療がうまくいってるなって気はしますよね。掛け合いがね。で、なんだろう、ユーモアってどういうふうにその精神科医を捉えてるかということですけれども、まあ、成熟した防衛規制、まあ、ストレス反応って言い方をしますね。だから、なんか嫌なことってなくなるわけないんで、人生はずっと嫌なことの連続といえば連続なんですけども、その中でまあユーモアを使ったりとか、ユーモアで、ね、愚痴にするとか、まあ、ユーモアでこうなんていうのかな、その逃がす、ストレスを逃がすみたいなことあるわけですよね。で、それは成熟した反応なんだっていうふうに、まあ、精神科医的には考えてるって感じですね。で、逆は原始的な防衛規制ですよね。だから何かというと乖離ですよね。ヒステリー反応を起こす、なんかなんかあった時にわーってなって、まあ意識を失うとか、目が見えなくなるとか、足が動かなくなるでもいいんですけど、まあそういうことが起きたりとか、まあ投影同時ですよね。なんか嫌なことがあった時に、自分が相手を怒ってるのに、相手が自分を怒ってるんじゃないかもしれないとか、まあそういうものとかですよね。まあ、あります。で、やっぱりこう笑い飛ばすって結構大事ですよね。大事な能力なんですよね。で、臨床的にどういうところを笑いの中のどこが大事なのかっていうと、まあなんか恥ずかしいね、この話するとね恥ずかしいですね。お笑い芸人も何でもないのに、なんかこういうこと言うのは恥ずかしいんですけれど、まあメタ視点がちゃんとあるのかとか、多義性を理解できるのか、言語って多義的なので、まあそういうのを理解できるのか、比喩は使いこなせるのか、まあ皮肉は理解できるのかとか、だからチクリとこ、だから隠れて攻撃するってことですよね。皮肉っていうのは相手もなんかこう反撃を隙を与えるない感じのチクリとやっちゃうみたいなことができるのかと、あと演技力があるのかとか、リズムは取れてるのかとか、掛け合い、相手の空気と間とかはどうなのかとか、あ、掛け合いができてるとか、あと間ですね、沈黙からの発言をどう捉えていくのかとか、そこら辺をやっぱ 見ながら、笑いが取れるか、患者さんなのか、ユーモアセンスはどうなのかとか、見たりします。そんなところも見てんのって気にしますよね。そういうことを聞かれると、診察場面で緊張するかもしれないですけど、別にそんな大丈夫です。そんな笑わせてもくれとか思ってないですからね。で、笑いとか言うと、まあ多くの人はですね、苦手意識とですね、自分は下手なんじゃないかとか、あとは笑いを取りに行ってる人って寒かったりするじゃないですか。勘違いみたいな感じだったりして、まあ苦手意識とかグッと構えちゃう、身を構えちゃいますよね、ユーモアとか言うと。でもね、まあ怖いんだけど、うまく話せるとすごくいいんですよ。まあ弱者の武器って、あと制限の反抗って言ったりしますね。だから、どうしようもないことっていっぱいあるんで、世の中には。でもまあ笑いに変えていくというか、ユーモアでそれを表現して愚痴っていくことができると、なんかすごくこう、まあいいなと思います。はい。で、なかなか難しいんですけど、でもね、これ治療が終わる頃って結構患者さんのユーモアってあるんですよ。まあ終わらなくてもいいんですけど、良くなってくると結構独特のですね、精神科ギャグみたいなのがあるんですよね。だから患者さんが打つ、もう言えないんであんま言わないですけど、診察室の中だから喋れるような話ってあるんで、もう YouTube とかネット上に上げる話じゃないですけど、まあうつの人、アルコール依存の人、ギャンブル依存の人、いろんなね、病気の人がいて、いろんなこう暗いところ、緊張感をですねくぐり抜けた後のですね、ユーモア緩和ですよね。緊張の緩和っていうのはですね、まあ面白い差がありますね。だからそういうのを聞くと、なんか、まあ よくなってきてんだなとか思いつつ、やっぱ一緒にも笑うというかですね、なんか笑っちゃうみたいなありますね。
あります。まあ別にそのなんかね、僕も別に笑いを取りに行くとかそういうことはないし、まあ患者さんだってね、笑いを取りに行くってわけではないんだけれども、なんかこうどこかね、ユーモアっていうものがまあ起きる時とかっていうのはあるのかなとか思いますけど、だからまあそういうのって大事だよなっていう話ですね。なんか、今日はこんな話をしてみました。はい、ちょっと思いついたんで、そういう話をしてみました。はい、以上でこの動画があります。もしこの動画を見て、いいと思ってくれた方は、グッドボタンをチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。ではまた。